を通じて、まあ、自分が住んでる町に貢献できる、チャンスが今回来そうな気がしてたので、ちょっとこのイベントに参加してやってみようと。その時にやっぱりそのジャンルとか年数とかそういうのをこだわらず、神戸っていうブランドで、何か発信できることがないかなと、思っている時に一つまとめるなんかチャンスかなとは思いますので、今回またいろいろとお話を聞いてですね、いろいろ思われることもあると思いますので、後でまたいろいろとご質問とかしていただいて、これは面白いと思われた方はぜひお力を貸していただいて、神戸っていう一つのグループで何かできるようになればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日本当ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございました。それでは早速ですね、山田先生の方からご講演の方もお願いしたいと思います。皆さんこんにちは、北里研究所病院の糖尿病センター長の山田と申します。北里研究所病院というところ、多分皆さん聞いたことはないと思うんですが、私どものところは港区白金というところにあるんですけども、そこの北里研究所の先々代の所長が大村聡という方で、去年ノーベル賞を取った方ですね。イベルメクチンというお薬を作ってオンゴセルカ症を絶滅させかけている、まあ、彼が僕の先々代のボスだったということになります。で、その私が今何をやってるかというと、食楽健康協会と申しまして、美味しく楽しく食べても健康になれるという世界観を広めたいという活動をやっております。私たちはどうしても、まあ、日本人修行の精神というか、美味しいものを食べたら不健康になるんだと、健康になりたかったら粗食を我慢するんだっていう概念がどうしても染みついてると思うんですね。でも実はここ最近の科学により、美味しく楽しく食べても健康になれるんだということが分かってきました。それなので、その概念を早く広めて幸せな生活を楽しみながら健康になっていきましょうよという概念を広めようとしています。で、そういう活動をしておりましたら、それこそ、まあ、西川シェフとか松島シェフとか、あるいはマンボウさんとかですね、神戸の方たちのすごい神戸に美味しいものでなんとかこう役に立ちたいというような熱い方たちと出会うことができまして、で今日この会になっているということでございます。で、今皆様先ほど血糖を測られた方のところにおにぎりかパンが届いていると思います。おにぎり2個と野菜ジュースか、西川シェフの低糖質のサンドイッチですね。まあ、そんなにこう見た目変わらない食べ方になっていると思うんですけど、実はこれで血糖に対する影響が全然違っているという、まあ、そういうことをご体感いただこうと思っております。で、そのなんで美味しいものを楽しく食べても健康になれるのかというお話をしていくわけですけども、その前にどうぞ配っていただいていいですか。はい、聞こえない、これ食べ比べなので、私の話を聞きながらバンバンと食べきってください。お願いします。食べきってないと比べられませんので、ここから30分後と1時間後のあと2回皆さん測っていただくようになっています。で、この緩やかな糖質制限ロカボというものが、そのさっき申し上げた美味しく楽しく食べても健康になるということについてのキーワードになるんですね。で、じゃあその美味しく楽しく食べても健康になるなんて嘘だろうって思われる方もいるかもしれませんが、ここにですね、2015年アメリカ食事ガイドラインというですね、 US というアメリカの方ですねについての記事を持ってきました。これは右下のところに書いてあります JAMA JAMA という、まあ、世界でナンバー3に権威のある医学雑誌、まあ、自然科学でいうとサイエンス、ネイチャーってなんか聞いたことあると思うんですけども、臨床医学ではニューイングランドジャーナル、ランセット、ジャマ、この3紙が有名です。このジャマに載ったリポートで、DGAC リポートというものが、ニアリー・フォーディケーズ、約40年に及ぶニュートリションポリシー、栄養政策をリバースしましたって書いてあるんですね。リバースって結構重い言葉で、こう変化させました、チェンジしましたとかじゃないんですね。リバーシっていうゲームご存知か分かんないですけど、日本語版で言うとオセロっていうゲームありますね。あれ世界的にはリバーシって言います。リバースっていうのは白と黒とがひっくり返るという意味になります。だから40年間世界的にも美味しいものを食べたら不健康だってみんな思ってたけど、まあ、そうじゃなくなってきたという話であります。で、そうは言いながら食習慣というのは
人間の健康の根っこであります。これメタボリックドミノという、まあ、私の母校の慶応大学の伊藤博教授が10年ほど前に作った図なんですけども、生活習慣をもとにしてドミノ倒しが始まりまして、ここに血糖、血圧、脂質の異常というのがあります。この3つが揃った段階のことをメタボリックシンドローム、メタボと言います。でこの段階で今日本人の40歳以上の男性の2人に1人がメタボかその予備群というふうに言われてますし、高血圧単品でとっても4000万人、血糖異常者が2000万人、高脂血症の方が1500万人、日本人国民病というのがこの段階であります。で効果不効果、この段階では自覚症状がありません。ここで何も気がつかないでドミノ倒しを止めないでいきますと、実際の糖尿病になり、やがては人工腎臓、失明、ED、足が腐る、脳卒中、認知症、心不全、いろんなようなことが起こってくるわけです。そしてお気づきかと思いますが、この手前のドミノが倒れると二度と復活しません。脳卒中になったら半身不随、失明してしまえば白い杖を突き続けなければいけないということになるわけです。さらにこの状況はがんにもつながっているということが分かっています。糖尿病あるいは境界型の方だけでも、もう糖尿病からがんにつながるということが分かっていて、がん、心臓病、肺炎、脳卒中、日本人の死因の1番から4番、死因の3分の2は今のドミノ倒しの中で倒れているわけです。ですので食習慣を改善するというのは日本人にとって極めて重要な課題であります。じゃあどうすればいいのかということですけども、長いこと皆さんもその、まあ、男性が多いから分かるんですけど、ダイエットに取り組んだことのある方って結構おられるんですね。腹8分目で我慢したと、美味しいもの我慢したと、大体続かないわけです。でもそういう我慢しない食事法でどうなんだろうということを、まあ、明らかにしてくれた研究が、さっきナンバーワンだといったニューイングランドジャーナルで出した2008年に報告された論文があります。これダイレクト試験という名前の試験で、322人の肥満の人を3つのグループに抽選で割り振ったんですね。左の方から油を控えてカロリーも控える、腹8分目で我慢して美味しいものを諦めなさいという食べ方、真ん中のグループは世界的に今低糖質と並んで注目されております地中海食、ただこの頃は残念なことにカロリー制限の概念を残していました。お腹が空いても我慢する、だけど油を使っていいよといった方、一番右側が今日のお話の主役で、糖質だけ控えてあとは何も気にしない、お腹が空いたら鶏の唐揚げを食べなさいという指導を受けているグループです。鶏の唐揚げ、油物を食べたらきっと血糖値も上がるし太るだろうってみんな思っていたんですが、現実的には一番体重を減らしているこの青いライン、下に行くと体重減るわけですけども、これが低糖質で24ヶ月2年経った段階で一番体重を下げておりましたし、さらに油ですね、血中の脂質、右上のところに中性脂肪とあります、これが血液中の油ですけども、これを一番下げているのも青いラインの低糖質、善玉コレステロールというのは動脈硬化の予防因子ですけども、これを一番増やしているのは低糖質 で右下のところ総コレステロールと善玉の比、これも動脈硬化のマーカーですけども、これを一番下げているのも低糖質、左下の悪玉のコレステロールとかあるいは総コレステロールについては3群で差がつきませんでした。油についても一番良かったのは低糖質だったわけです。また糖尿病の方の血糖管理の指標でヘモグロビン A1C というものがあるんですが、これを 0.9% 下げた、他のグループの倍近く下げているのが低糖質であります。低糖質というのは体重に良い、脂質に良い、血糖に良かったんですね。お腹が空いたら唐揚げ食べて良かったんです。でこんなバカなことあるかと思って、2008年のこの論文の後世界各国で追試験が行われます。どのデータも全て糖質制限が勝ちました。結果2012年の段階でそれらの論文17件を足し算したというポルトガルの先生たちのデータがあって、足し算したところ血糖も体重も脂質もそして血圧も良くなってました。メタボリックドミノの真ん中のところを全部遮断できる、これが低糖質の食べ方だったわけです。では日本人ではどうでしょう。これ私たちが検証しました。日本人を対象にしまして、まあ、日本人ではあまり地中海食がありませんので、流行っていませんので、カロリー制限と低糖質、ロカボだけの比較をしました。で、さっきから私ちょっとロカボって言葉を使ったり低糖質って言葉を使ったりしてるんですけども、広い定義の低糖質あるいは糖質制限というのは1食あたりの糖質摂取量を 40g 以下にするというだけであります。通常日本人は今1食あたり90から 100g の糖質を食べていて、で、ロカボというのは極端な糖質制限、1食 7g 以下とか1食 20g 以下とか言われるような極端な糖質制限はやめてくださいと言ったんですね。なので1食 20g 以上で 40g 以下
さらには1日に糖質 10g までで間食を食べましょうと。要は嗜好品、まあ、お酒だとかスイーツだとかこんなものを楽しまない人生なんてちょっとありえないわけですよね。美味しいものを間食もしっかり楽しみながら健康になれるということを検証するために、私たちは1食 20g 以上 40g 以下、そして間食で1日 10g までの糖質を食べるという、これをロカボと名付けて指導しました。ですので糖質制限とか低糖質という言葉の方が広い言葉で、ロカボと標語が緩やかなものに限定しているという意味で、まあ、狭い言葉になります。でロカボにすることによって単に緩いというだけではなくて、まあ、何でもそうですけど極端なことをやるとろくなことが起こらないですね。カロリー制限だって極端にやったら単なる飢餓低栄養になるわけです。私たちは安全性があってしかも緩やかであることによって一人一人の方が楽にできる、楽しくできるということを、まあ、求めたわけであります。でこのロカボでありましてもヘモグロビン A1C はちゃんと下がり、カロリー制限では下がりませんでした。また血液中の脂分、中性脂肪もロカボでだけ下がり、カロリー制限では下がりませんでした。で効果不効果、体重については両分で差がつきませんでした。あれ、海外では体重があんなに減量効果あったのになんで日本人ロカボだと体重減らないのかなと思ったんですけども、これ中身を見てよく分かりました。これはこのロカボの指導した200人のデータです。体重についてと血糖について分けてみました。体格が痩せていようが太っていようが6ヶ月目12ヶ月目血糖の管理はみんな良くなってます。ところが体重については肥満3度といって体格がすごい太ってるんですね。 BMI という指標で35以上というと大体樽みたいな体型です。樽みたいな体型の人はすごく体重が落ちます。普通の肥満の人もしっかりと体重減量してます。体格が普通で痩せる必要もない人たちは変わりません。体格が痩せてる人に至ったら体重が増えて筋肉ついてるんですね。実はタンパクをしっかり食べると筋肉がつきやすくなります。結果として血糖は良くなるけれど筋肉が増えて体重は増えるというのがロカボでした。みんな理想体重に近づいたということになるわけです。なので平均値としては差がつかなかったということですね。でさらにこの食後の血糖、後にまたお出ししますけれども、食後の血糖値を上げるのは糖質だけです。三大栄養素と言われる他のもの、油やタンパクというのは血糖値を上げません。つまり食事の糖質量を1食90から 100g を20から40にしますと、この血糖の上下動が 30% ぐらいに減るということになります。でこれが非常に大きな意味を持っていまして、これは血糖値を90に保った場合に細胞が死んでいる数、これは血糖値が360に保たれた場合に細胞が死んでいる数、これは血糖値が90と360を行ったり来たりさせた場合の細胞が死んでいる数です。細胞培養7日目でも14日目でも一番細胞を死なせているのは持続的な高血糖ではなく血糖の変動があるときなんですね。血糖が上下動するというのは極めて細胞あるいは人間の体にとって大きな負担になるということが分かります。その結果何が起こるか、血糖の上下動の大きさを横軸にとって認知機能の程度を見ますと右肩下がりです。違う方向で見ても右肩下がりです。おそらくは食後の血糖の上下動が脳細胞を死なせていて、血糖が上下動することによりだんだんと認知症に近づいていくということになるわけです。となってきますと、ロカボをすると体重も良くなる、血糖も良くなる、脂質も良くなる、血圧も良くなる、そして認知症も保護できるし筋肉がしっかりつくので寝たきりを予防できるだろうと、老若男女誰にとっても良かったわけです。実際これ双子の写真を合成してるんですけども、左側が若く見える双子の方、右側が年を取って見える方の双子の方の合成写真です。双子ですから同い年の写真です。ですけども左の方が若く見える、これ何が違ってるかというとお肌のシワの深さだと考えられています。このお肌のシワの深さが実はコラーゲンという、まあ、皮膚の中のタンパクに対する糖の結合反応から決まってくるなどということが言われていて、この見た目の若さがかなり大きな意味を持っています。例えばこの80歳以上の人たちを見てみますと、見た目の年齢が若く見える、普通に見える、年を取って見えるの兄弟の中で3群に分けました。そうすると認知機能のスコア、これ点数が高いほど能力があるということになるんですが、26点、25点、24点、やっぱり年を取って見える人の認知機能が低下してるんですね。そして実際にその後の死亡率も 6.4人、12.6人、13.3人、死にやすい。同い年の兄弟でお肌のシワの深さ、その食後の高血糖によって規定されるものが認知機能も死亡率も決めてくるわけです。女性がね、
見た目のシワの深さを気にして、まあ、紫外線当たらないようにするとかって実はあながち悪いことはないんですね。正しかったということになるわけです、まあ、ということで、まあ、生活習慣というものが非常に大きな要因なんですけれども、そこに対してこのロカボが血糖、体重、血圧、指数、認知機能、筋肉の衰え、そして見た目、全てを握ってくるということになるわけですが、じゃあ昔健康に良いと思われていた食べ方はどうだろうかということです。一番言われているのは腹八分ですね。カロリーを控えると健康に良いという概念。しかしながらまず間違いなく言えるのはカロリー制限しても血糖値は良くならないということですね。これは4つの食べ方をして食後に血糖値がどれぐらい上がったかというものを見ています、まあ、今日はおにぎり群とパン群と2群ですけど、この場合は4群でやったということですね。一番血糖値を上げている食べ方がピンクの食べ方、 S 食という食べ方で白米 200g だけ 338kcal です。その次に血糖のピークが高いのが紫、これが主食とメインディッシュ、タンパクを加えた 486kcal。 その次にピークが高いのが緑で、これは SMF 食、主食とメインディッシュとファット、白米にタンパクに油も加えた 573kcal。 一番血糖値を上げたのは青いラインが SMFV、 主食とメインとファットとベジタブル、主食にタンパク、油、お野菜を加えた 604kcal。 カロリー摂取を増やせば増やすほど血糖値は上がらなくなる。別な言葉で言えば認知症が防げるということになるわけでありますし、血糖値が上がらないということは糖尿病の治療にもなるということです。糖尿病の治療にカロリー制限がいいというのは実は残念ながら今でもそれを多くの糖尿病専門医が言っていることではあるんですが、間違いだったんです。太ってる人の減量には確かにカロリー制限有効なんですが、太ってない人の血糖の管理に対してはカロリー制限は無効です。しっかり食べた方がいい。で、別の言葉で言うと糖質以外の栄養素、タンパクや油や食物繊維というのはそれをしっかり食べることによって健康に良いということだったわけです。先ほどこの神戸市内 の、 これはその神戸牛もそうですし、目の前の瀬戸内、あるいはあのもうこの、淡路島のこっち側の何罠だって言うんですかね、こちらの海の幸も全部どんなに食べても血糖値を上げないということなんですね。しかも神戸のお野菜もあればもう無敵だということになるわけです。本当に神戸というのは山の幸、海の幸がふんだんに取れる、この食材をしっかり食べることが健康に良いということはこの一枚図から分かるわけです。さらにまたさっき僕太った人の減量にはカロリー制限と言いました。確かにですね、太ってる人がこういう1日1200から1800キロカロリーというカロリー制限、日本人はだいたい今1日2000キロカロリー食べてます。アメリカ人はだいたい2000数百キロカロリー食べてます。それをアメリカ人が1200から1800にしたということはかなり厳格なカロリー制限だったんですね。それだけの努力を10年間やったんですけども、残念ながら心臓病は10年間やっても全く減らないで、これ骨密度なんですね。骨密度が明確に減りました。黒いバーがカロリー制限やった人の骨密度、右側のストライプ、まあ、ほとんど動きがないので見えてませんけど、これがカロリー制限なんてしなかった人の骨密度です。カロリー制限やると我慢をしているとなんかね健康に良さそうな気がしてしまうものなんですけども、実は何もいいことは起こらずに悪いことが起こっていたということだったわけであります。さてもう一つ、カロリー制限に加えて大事だと言われてきたのが油の制限です。だからね、わざわざ美味しい油の油、あのお肉の脂身を残してとかですね、いうことをする人がいっぱいいた、もしくはいるわけですけども、全くの間違いであります。まず最初に分かったのはお魚の油です。お魚の油を積極的に食べている赤いグループの方が、そんなことをしてない青い低糖質の、低脂質のグループよりも生存率が高いということが10年ほど前に報告されました。これはいろんな脂肪原因で見て全部そうです。だからお魚に関しては油が乗っている方が体に良いということになります。その次に分かったのは植物性の油です。これはナッツを1日 30g 食べる、もしくはオリーブ油を1週間に1リットル使う、もう1回です、1週間に1リットルオリーブ油を使うという指導を受けた油いっぱいグループが低脂質のグループよりも心臓病の脳卒中の発症率が少ないというデータです。これで植物性の油も体に良いということが分かりました。そして最後が動物性の油です。動物性の油の摂取量を横軸にとって縦軸に脳卒中あるいは心臓病を見ています。これがフィンランド人です。赤がアメリカ人。確かにフィンランド人アメリカ人とちょっと量の多い人の方が心臓病の発症率多そうなんですけど、日本人はフラットなんですね。日本人はお肉の油を食べたからといって健康を害しません。それどころか
お肉の脂を食べている量が多い人の方が脳卒中の数が減るんですね。この関係はこれ1個じゃないんです。この青の米印が長崎県広島県のデータ、青の×が名古屋愛知医科大学のデータ、このオレンジの丸は国立がんセンターの北海道から沖縄での全部のデータ、日本人のデータ、どのグループが出してもお肉の脂を食べた方が、バターを積極的に食べた方が日本人は脳卒中から保護されるということになるわけです。なので実はアメリカでもタイムという有名な雑誌がありますが、1980年には卵とバターを控えましょうと言ったのが、今や2014年の段階でバターを食べてくださいというふうに変わってるわけですね。健康に良いために油を控えましょうなんてことは今の栄養学ではないんですね。まあ、強いて言うならば、古くなっていたんだ、過酸化脂質って言われるというものと、あとマーガリンを作るときに、どうしても人工的に作るときに出てくると言われるトランス脂肪酸、これに対してはやっぱりちょっと懸念があります。ただわざわざトランス脂肪酸を使おうという人はいないでしょうし、わざわざ古くなった油を使おうという人はいないと思うので、新鮮な昔から日本人が、まあ、世界のどこかの民族がちゃんと食べていた油はふんだんに使って良いということになるわけです。最初にお出ししたアメリカの去年の食事ガイドラインですけれども、食べる油を控えても動脈硬化症のリスクを減らさないし、食べる油を控えても肥満症の予防にならないし、あるいは食べるコレステロール、卵を控えても動脈硬化症の予防になりません。だから油はここまでにしましょうとか、卵は何個までにしましょうみたいなことはもう言いませんというのが去年のアメリカのガイドラインなんですね。40年間の栄養政策がひっくり返ったということになるわけです。じゃあこれからの食事はどういうものかということですけども、1食20から40でプラス1日 10g までのスイーツを食べるというこのロカボ、この食べ方をしますとお腹が空いたら食べていいんですね。でその上で太った人は痩せます。痩せてる人は筋肉がついていずれも締まった体型となりまして、血液中の脂質、血圧、血糖値が改善するということなんですが、じゃあ糖質ってどういうものに入っているのかということですけども、お米、パンや麺類、これおそばもそうなんですね、大豆以外の豆、芋、かぼちゃ、果物、お菓子、ここら辺がでんぷんです。ここら辺が糖類とか、まあ、甘いものですね。でんぷんと糖類、これが糖質になります。一方でお肉、お魚、大豆製品、お芋以外のお野菜というものについてはほとんど糖質がありませんので、ふんだんに楽しむことができますし、またあとここには書いてますけど、乳製品も砂糖とか添加しなければ大丈夫ですし、卵も全く問題ありません。でそこに加えて、まあ、今日パンを召し上がりになった方お分かりかと思うんですが、低糖質のパン、こういうのが今出てきていて、あるいは低糖質の麺、低糖質のスイーツ、こういったものがあれば、まあ、主食からメインディッシュからデザートまで楽しめるということになるわけです。まあ、これがロカボというものでありまして、でこういう食べ方を実は2012年に奇跡の美食レストランという本でレストランでご紹介しました。でただここミシュランの掲載店舗ばっかりでやってる、低糖質だったら美味しく食べられますという概念を普及したかったんですね。ところが、まあ、なかなかミシュランの掲載店舗まで年に1回行けるか行けないかだと、もっと普段使いできるところを教えてくださいって言われて出したのがロカボバイブルという本で、これ昨年出したんですけども、この時に本の掲載に出版に合わせまして、丸ビルという東京の駅前で、イベントやりまして、これ渡して、これが辻口さんというパティシエで、これが中尾さんというパロ資生堂さんのイタリアンのシェフで、これが鎧塚さんというパティシエですね、有名な方たちですけども、で、美味しく食べられますと、で健康になれますというトークイベントありまして、ブース展示をしたり、あとワイヤードカフェというですね、カフェで、実際にそこで販売しました。2日間で1万3500名の方がお越しになって、まあ、非常にこういう美味しく楽しく食べても健康になれるという概念は、まあ、日本人関心が高いんだなというふうに思いましたし、まあ、このイベントありましたら神奈川県の黒岩県知事さんが自分たちの広めとして未病という概念に合致するということで、小田原の方で、まあ、やはり鎧塚さんと私とでトークイベントなんかをしたりということが行われています。ただ、まあ、神奈川県が未病の一環としてやっているだけで、しかも1日限りのイベントだったということでございます。で実際また同じような、今日やっていただいているのと同じようなこと、キリンさんというビール会社さんでやったことがあるんですけども、おにぎり2個と野菜ジュースという食べ方と、こちらはキリンさんの社員食堂に入っているロカボ弁当ですね、お米が 70g でこの中に入っている糖質が 26g、 お肉、お野菜、お肉、お魚、お野菜とか卵が入っているというお弁当で、糖質は 40g です。
カロリーはお弁当の方が多いです。でも血糖値に関しましては、ローカボ弁当の方では食前血糖110未満で正常で、食後血糖140未満で正常です。おにぎり2個と野菜ジュースは食前血糖110未満で正常なんですが、食後血糖が180いきまして、食後血糖の正常値140未満を大いに上回りました。この人たちは空腹時で測る検診では皆さん健康と診断されているわけですね。でも食後は実は異常事態だと、食後のこの血糖の変動が認知機能低下を生んでいるということになりますと、実はキリンさんの社員さんは将来認知症を発症しやすいかもしれないよということになるんですが、これいろんな企業さんのところで測ったら大体こんな感じです。これはキリンさんの社員の特徴的な話ではなくて、おそらく日本人みんなこんなもんなんだろうというふうに思います。こういうロカボの食べ方が広まっていきますと、実はこれ私どもの病院のデータですが、注射とか飲み薬が減るんですね。なので医療費が削減できるということになるわけですし、またこれお薬代だけではなくて、将来的に失明しなくなる、人工腎臓です、やらなくて済むようになるということまで考えますと、大体年間1500億円、さらに透析から生活保護を受けるこの頻度を減らせるとなりますと、年間で1兆円を超える規模で、日本人の社会保障費が減るだろうというのことを言っていただいております。でもこれは絵に描いた文字だったらしょうがないということで、実は去年、ローソンさんと日の丸交通さんというタクシー会社さんと行動して、タクシーのドライバーの方にこういうことをやってもらいました。タクシードライバーさんってご存知か分かるんですけど、朝営業所に入ってハンドル握り始めて翌朝まで24時間働くんですね。でその次の日丸々お休みという、非常に規則的に夜中中働き続けるという不規則な生活をなさってるんですが、どうしても僕たちって患者さんに規則正しい生活してくださいとか、食べたらちょっと10分でいいから散歩してくださいとか言いがちなんですけど、タクシードライバーさんはお食事をした後10分散歩してたら路上駐車で車を持ってかれちゃうわけですね。だからそういう意味では理想的な生活できないわけですけれども、食事の記録をつけていただいて、血糖値を週1回だけ測ってもらいました。営業所に血糖値の測定器を置いてもらって、測ってもらいました。でその食事の記録に対してコメントしました。ご飯は半点にしたらどうですか。ロカボの場合には糖質をゼロにする必要はないんですね。ちょっと量を考えてください。半点にして足りなかったらその分おかずはもっとしっかり食べてください。でスポーツドリンクは糖質ゼロのものがあるから変えてくださいねと、そんな感じのものですね。さっき1食糖質20から 40g って言いましたけども、お一人お一人に計算をしてくださいってことは特に求めていません。で、糖質の多い食材を気をつけましょうっていうと、結果的にそうなっていくというやり方になります。でそうしましたらどんどんと下がっていって、残念ながら正常値まではいきませんでしたけど、3ヶ月間で148、207というのは完全糖尿病です。148というともうほぼ正常値ということで、薬とかを使わずに、ここまで行きました。実際ですね、糖尿病じゃない人もいると全体ではあんまり動いてませんが、糖尿病の人に限定するとロカボチャレンジに出すとヘモグロビン A1C という糖尿病の指標が 0.9% 下がってまして、これは先ほどの、ロカボ、医療費の削減と同じレベルということになるんですけれども、強力な飲み薬とかお注射と同じレベルのパワーを持っているんですね。強力な飲み薬やインスリン注射との違いは、こうしたお薬は低血糖を生むんですね。ドライバーの方が低血糖を生むとちょっと判断力鈍りますね。怖い。だ彼らはこういったお薬を使えないわけです。とロカボだったら安心してやることができる。で実際また単にその低血糖がなくなるというだけじゃなくて、糖尿病じゃない人でもですね、食後の眠気が減ったっていう方が3分の2いるんですね。ということはハンドルを握る方、皆さんこの食べ方をすると安全運転の向上になるわけです。で実際ある方なんかは朝営業所入って翌朝戻るまでの24時間の中で昼寝の時間が減りましたと、その結果ハンドル握ってる時間が1時間伸びて売り上げも伸びましたと、その人の給料も上がりましたとおっしゃってます。だから安全運転の向上だけじゃなくて生産性の向上にもつながるというわけでありまして、まさにこのロカボというのは、売り手よし買い手よし世間よし、本当にこういう三方よしの社会を実現できるものでございます。繰り返しになりますけども、ロカボは満腹まで食べることができて、痩せることができて、筋肉がつき、脂質が改善、血圧改善、血糖が改善、全員がというわけではないですけど、給料が上がるかもしれないというような食べ方であります。
それに取り組む方は健康に、まあ、社会の医療財政は健全になるというわけでありまして、これ前半の最後のスライドですけれども、ロカボというのはメタボにも効きます、ロコモにも効きます、認知症にも効きます。本当に、まあ、がんの予防いろんな面で有利であります。そしてロカボであればお腹が空いたら食べていいんですね。油が乗ってていいんですね。その方がいいということですので、美味しさと健康は両立であります。ぜひこの1食あたり糖質20から 40g、 そして1日に糖質 10g 以下の間食をしていただいて、まずご自身も健康になっていただきたいですし、この神戸がドーンとこのロカボに取り組んでいるということを宣言していただくことによって、世の中を変えていっていただきたいなというふうに思います。先ほどの話ありましたけども、神戸というのは食の都です。そしてご存知の方も多いと思いますが、医療産業都市でもございます。医と食がついて、健康を作って、美味しさと健康とが両立できる世界最初の街が神戸であるということは本当に、まあ、単なる偶然ではないと思っています。じゃあここで2回目の血糖測定に入りたいと思います。では、後半戦に行きたいと思います。ま、あの先ほどロカボという食べ方が、ま、本当に健康に良いんだと、メタボにもいいし、ロコモティブシンドロームと言われる寝たきりの予防にもいいし、ま、あの認知症の予防にもいいしと、こういうようなことを申し上げたんですが、じゃあどうやってやるのとこういうことでございます。ま、あの How to ロカボというなんですけども、ルールとしては、ま、難しく考えないでください。であのカロリー制限の時ですと、例えばあの油は落としたいので網焼きにしてくださいとか、なんかいろんなことを言ってたんですけど、これどんな調理法でも大丈夫です。まあ、気をつけなきゃいけないのは、お砂糖とかみりんを使う調味料として糖質があるものを使うようなお料理で、それはあの気をつけなきゃいけないんですが、基本どんな調理法でも大丈夫です。で、普段の大好物がちょっと素材を変えるだけでヘルシーになる、まあ、外食も、ヘルシーになるということですね。だからこれまで日本人は外食に行ったら不健康になるという平然と僕の患者さんも主張してるんですね。最近どうしても宴席が多くて今日は怒られに来ましたとか言うんですけど、これから先は外食続きでも健康になれるということで、お酒も楽しめるということですね。例えばこちらが、まあ、あのうちの近くのレストランで荻野さんというところのサラダなんですけども、まあ、お肉もついててクルーもついてて、まあ、サラダで、ごまのソースがかかっていてというところですけども、まあ、こんな油だらけにしちゃってって言われてたものが、これ全く糖質ありません、全く問題ないことになるし、これはあのブラッカーズさんっていうところのハンバーガーなんですけど、これ低糖質のパンですね。ここで糖質が落ちています。でこれでチーズが乗ってて、ハンバーグのこれつなぎにあの小麦粉とか使ってないんですね。でアボカドが入っていてということです。これもほとんど糖質がないということになるわけです。でこれがあのパテですね。これも荻野さんですね。パテなんかも全く問題なしですね。基本的にシャルキュトリーと言われるような類のお料理に関しては何も怖いことがありません。でお好み焼きはさすがに粉もんですから、通常で作ったら糖質豊富ということになるんですが、通常の粉を低糖質のですね、小麦ふすまって外皮のところの粉に変えたり、あとはマヨネーズは全く問題ないですね。油だらけなので、あの甘口のソースがちょっと問題になるんですけども、これをあの、まあブルドックさんでも、オリバーソースさんでも、あの糖質の低い飲用ソースがあるので、こういったものに変えていただくことによって低糖質のお好み焼きは作ることが可能です。これは、まあ、お好み焼きの、まあ、一つのコースメニューとしてこんなものでも低糖質になりますということですね。で、まあ、こんなところが先ほど言った本でご紹介している内容ということになるんですけれども、まあ、さっきもちょっとキリンさんのお弁当を見せしましたが、こんなパターンのものもあったりして、だお米の量に気をつけて、このパン粉のところも、ただ低糖質のふすまのパンというのは普通に、ミックス粉も売られてますし、世の中でも売られてますし、まあ、そういったものからこのパン粉を作ってしまえばこういう揚げ物もできるわけですね。で、さっきの繰り返しですが、血糖値は糖質量に応じて決まってくるというわけであります。で先ほどちょっと言ったんですけども、栄養の中で糖質は
でんぷんと甘いものでできています。でんぷんは多糖類と言われるんですけど、まあでんぷんと糖類合わせて糖質になります。でその外に食物繊維ともありまして、食物繊維と糖質を合わせたものが炭水化物という名前になります。だからあの低炭水化物ダイエットっていうことは一時期流行ったんですけども、まあ、概念としては似てるんですが、低炭水化物って言っちゃうと自動的に食物繊維も控えますって宣言してることになっちゃうんですね。なので医学的には間違ってるという表現になります。で、先ほどの繰り返しですけども、お肉、お魚、大豆製品、芋以外のお野菜、これはふんだんに使う。で、低糖質のパン、低糖質の麺、低糖質のスイーツだったらふんだんに出せるというわけでありますし、味付けに関しては基本的に油を多めに使うことに関しては何も心配がないので、油をふんだんに使っていくということで、糖質を増やさずに味の輪郭をはっきりさせることが可能になります。で、難しく考えなくても大丈夫ということで、今日あのマンゴーさんの方がお手元の資料の中に低糖質な、あとは食材ごとの糖質の量をですね、記したものを表があろうかと思いますので、そこからですね、こんなものが低糖質で使えるんだということを、見ていただければ良いと思いますし、またあのグラム数も書いてありますけども、正直言うと栄養士さんでさえですね、この食材は 100g 中の糖質が何 g なのか全然把握できていません。もちろんある程度知ってる人もいますけども、管理栄養士さんでも実はカロリー計算目の前に出されて考えることができません。そんなことはあんま考えない方がよくて、これは低糖質の食材だからふんだんに使っておく、これは高糖質の食材だからちょっと量に注意する、でその高糖質の量のものの食材の量だけを考えるということで良いと思います。で、糖質の多い食材としては先ほどの繰り返しですけども、主食となるものですね、米、パン、小麦粉で、落とし穴がお蕎麦なんですね。お蕎麦は健康に良いって信じてる人いっぱいいて、もう私もう完璧な低糖質ですと、もう主食はお蕎麦しか食べてないですからとかって言われちゃうともうお手上げなんです。だいたい血糖悪くなっちゃうんですよ。でそれ以外の麺類もそうですね。あと、もう一つの落とし穴がお芋です。私お野菜ふんだんに食べてるんですって聞くと、もうポテトサラダのレンチャンとか言うとだいたい血糖値上がっちゃうんですね。だから私たちの感覚ではお芋っていうとお野菜なんですが、実は考えてみると、昔歴史の授業で青木昆陽先生という先生に習って、飢饉の時に備えてお米が作れない時にも飢えないようにって言ってさつまいもを持ってきてるんですよね。やっぱお米食べられない時に代わりに食べるってことはお芋は主食なんですよね。飲料たちも一部ジャガイモを主食にしてますよね。あと飲料の一部はトウモロコシを主食にしてます。だどっかの民族が主食にしているものは基本的にでんぷんが多いということになります。で、あと大豆は、まあ、畑のお肉とか言われて確かにタンパク多いんですが、大豆以外の豆ですね、小豆とかひよこ豆とかレンズ豆とか、ああいったものは糖質が多いです。だから白米を赤飯にして小豆が入ったからといって何かいいことがあるわけではないということ。あとは果物で、一応ですね、アボカドはなんか分類的には果物らしいです。アボカドはほとんど糖質がないので大丈夫です。あとお菓子で、あと甘みはじゃあ砂糖をやめて蜂蜜にしたらいいですかとかって質問を受けるときもあるんですが、残念ながら変わりません。メープルシロップも同じです。じゃあ甘みはどうやってつけるかっていうと、低糖質の甘味料っていうのがありまして、具体的な商品名でいうと、例えばサダヤさんのラカントエスだとか、あとは浅田亜美さんのシュガーカットゼロだとか、あるいは味の素さんのパルスイートだとか、まあ、人工甘味料は正直言うと医学的には健康上の問題ないと思います。健康上の問題があったという医学論文もいくつもあるんですが、ちゃんとした論文はないです。ほとんど信用できません。因果の逆転といって、人工甘味料をいっぱい食べてる人で何か悪いトラブルが起こりましたって論文なんですね、大体。でもじゃあその人たちどういう人たちかって見てみると、大体太ってるんですよ。太ってる人が人工甘味料を使ったソーダを飲んでいて、太ってる人に多い大腸がんが多い、結果ダイエット効果を飲んでる人の大腸がんが多いっていう、そういうストーリーになってるんですね。
アメリカ行って見てみたら、もう普通のコーラ飲んでる人が痩せてる人で、ダイエットコーラ飲んでる人が太ってる人なので、これはそう見えちゃうよねというだけに過ぎません。ただイメージ的に人工甘味料が起きらない人はラカントエスであれば天然甘味料ですので心配ないということになります。いずれもエネルギーにならない、燃やすことのない、食べて吸収されてもそのままおしっこに逃げるだけというようなものですので、こういったものを使うと甘みを つけることができます。で、その一方でみりん、もううちのお店はお砂糖絶対使わないですって聞いて、でも俺はなんか血糖値上がったな、甘みもあったなと思うと大体みりん使ってますね。みりんは重さ半分の砂糖と同じぐらいの血糖に対する影響が出ます。あとはカレーのルーですね、まあ、これもあの粉から作るタイプの、あれは本当のインド風とか本当のタイ風だったら問題ないんですけども、このなんかキューブタイプのでポンって入れるやつみたいなものには小麦粉が入っておりますし、あと白味噌もですね、味噌の中ではかなり糖質を持っております。まあ、ちょっと知っておかなきゃいけない注意点はありますけども、まあ、口にして甘い調味料は基本的には糖質が入っているとお考えいただければ分かるだろうと思います。あと調理法ですね。カロリー制限ですとどうしても油を避けてくださいと言ってたわけですけども、これもコンフィだろうが、まあ、アヒージョだろうが、糖質の場合に、糖質制限の場合には全く問題がない、逆に油だらけの方が良いというぐらいですね、何を使っても良いということになります。で、まあ、これまでですね、さっきも言いました唐揚げなんていうと、まあ、みんな大好きだけど油使ってるから不健康だみたいなことが言われていたわけですけども、こういう揚げ物系は基本的に油ですから何も問題がないということなんですけど、その一方で天ぷらはちょっとお店にもよりますけど、衣が厚い天ぷらは要注意ですね。だから天ぷらの場合にはもう中の具材が透けて見えるような薄い衣でもサクッとしてる、ああいう天ぷらだったら大丈夫で、衣がもちっとしてる分厚い、そのどっから茹でどっからあの粉の衣だか分かんないみたいな天ぷらは要注意ということになります。まあ、衣に一工夫さえあれば揚げること自体は何も問題なのでヘルシーに食べることができるということですね。うちの近所の天ぷら屋さん、まあ、結構おいしい内津さんってとこあるんですけど、そこの天ぷらの粉カウントしてもらいましたら糖質が26でした、一通り食べて。だから一通り天ぷらのコースも最後の締めでお米さえ食べなければ楽しめるということになります。で、まあ、衣の一工夫ですね。そうで、衣で工夫するものとしてはふすま粉、ふすまパン粉、高野豆腐粉、あと難消化性のでんぷんとかアーモンドパウダーはお菓子作るときには大事かもしれないですね。あと大豆粉、きな粉、おから粉、パルメザンチーズ、ごま、あとかつお節などの魚の粉ですね。こういったものを使うことができますし、また麺を変えていただいたら、あるいは春菌のような周りの皮を拭いただきますと、こういったラーメン焼きそば、お好み焼きなんかも食べることができるということになります。まあ、いわゆるその主食にあたるもの、あるいは粉物に関しての工夫はいるということでございますけども、でもそれができればケーキ、菓子パンなんかも食べることができるということであります。こちらはオーボンビュータンっていうお店の川田シェフのタルトフレーズなんですけども、これ、6分の1カットで糖質量 5g です。これワンホールで 30g。 通常はまあこんな感じになりますと 62g ぐらいの糖質ということになっておりますので、だいぶ低いですし、またこれローソンさんが出しているパンケーキですけども、普通ので 32g のものが1枚 7g になっているということで、まあ、これ3枚入っている商品ですけども、パスタも一皿 70g のものが麺が変わることによって 7.4g。 卵を使おうがマヨネーズ使おうが何も問題ないので、これまでだと油っこくてよろしくないと考えられてたカルボナーラの中でも全く何も問題がないということになります。これから先ですね、豚骨ラーメン、タンタン、この麺が変われば大丈夫ですし、ハンバーガーもできているわけですね。バンズが変わればいい、ピザもピザ生地が変わっていれば上はどういう具材であっても良いということになりますし、まんじゅうの皮が変わってくれば肉まんも食べる、まあ、どんどんとこれが広がっていってるというところであります。で、実はですね、これ2年前になりますけども、お好み焼き協会さんという大阪の会
と行動して、こんな会をやったりもしました。ということで、まあ、かなりいろんなものが食べられるというわけです。多分ですね、今のところこれに変わるものがないって、言わざるを得ないのはお米です。日本の米やっぱりもうそれだけで完成品なんですよね。お米だけはうまく変えられるものないんですけど、パンは変わりますし、麺も変わってますし、主食は十分にいけます。でデザートも先ほどケーキをお見せしましたけども、なかなか今和菓子が難しいんですけども、洋菓子に関してはほとんど低糖質で作ることができています。そう考えると本当にまあフレンチの場合だったらバター、生クリーム、ワイン、フォンドボー、ここら辺は基本的に全部そのままで低糖質です。お肉、お魚、全ての種類、全ての部位に低糖質ですね。でフォアグラだろうがキャビアだろうがトリュフだろうが低糖質ですので、まあ、ふんだんに出せると。生クリーム、卵、チーズも大丈夫ですね。でチョコレートに関しては最初から甘みがついてるもので売られてる場合には糖質が入っちゃってますけど、原末で言ったら大丈夫ですね。でそこに低糖質の甘味料を加えてチョコとして作れば、チョコそのものも低糖質で作ることができるわけであります。だからフランス料理の場合にはパンとデザートですね、まあ、時にはポテトを使用したお料理があるかもしれませんが、基本的にもこれだけですね。ソースは小麦粉を使うタイプのソースはあるかもしれませんけども、パンとデザートをうまく考えていただければできます。でイタリア料理の場合は、まあ、オリーブ油は僕基本的にどの油も健康に良いと思ってますけども、一番健康に良いという論文数が多いのがオリーブ油ですね。なので、問題ないですし、ナッツ、お魚も理想的な食材であります。生ハム、チーズも大丈夫。そうなってくると、まあ、フレンチと違ってパスタが入ってきますので、パンとパスタとデザートの糖質を注意するということになります。まあ、うまく粉を変えていただくということになります。で中華も、これまでは中華は揚げ物が多くて油通しするから良くないんだと言われたのはこれも大丈夫になりますが、その一方でお米、麺、あととろみをつけちゃうときに片栗使っていることがありますね。あれが要注意であります。ただ中華の場合、チャーハンの盛り方って普通日本人が感覚よりは軽くなっていると思うので、ああいう盛り付けであれば多分ロカボの場合にはそのままでいける感じになります。普通のお料理のコースで最後の締めのチャーハンを軽くちっちゃな茶碗に一杯ぐらいであれば問題なく食べられる話になります。で和食の場合にはお魚、まあ、あるいは最近四つ足のものを出すところも多いですけど、四つ足も基本的に何も問題ないんですが、みりんとお砂糖と最後の締めのお米になりますね。あとまあ時には茶碗蒸しとかの上にやっぱこう閉じる餡がつきますけども、片栗粉、くず粉、みりんといった調味料と締めのお米ですね、こういったものがポイントになってきまして、でお米はさっき言いましたけども変わるものがないので、まあ、多くのロカボにこれまで取り組んでくださったお店では、例えばまあ、ちょっと自然的にあれですけども、 50g のお米をお雑炊にして、ふぐ雑炊にして2人前になさったりだとか、ちっちゃく丸めたのを手まり寿司のようにして非常にきれいにかたどっていただいて、最後の締めに2個つけていただくとかですね、そんな感じで、やっていただいておりました。で焼肉、焼き鳥、基本的に何も怖いことないですね。変に素材に味付けするときに甘いタレみたいにつけてなければほとんど何も考えることがないということになりますし、締めのお米とか冷麺とかだけですね、ここだけが糖質の量になってきますので、まあ出し方によってはその量をコントロールするだけで味は変えない、素材変えないというのもありでしょうし、もしもたっぷり出したいということであれば素材を変えていただくと、こういうようなことになろうかと思います。ファストフードに関しましても、まあ、バンズを変えるとか、ポテトの粉というか、まあ、ポテトを別な大豆のマッシュのものにするとかですね、そういった工夫で食べられるということであります。であと皆さん方に知っておいていただきたいのは、お酒は基本的に楽しめるということですね。で蒸留酒と言われるタイプのお酒は糖質がゼロです。蒸留酒というのはウイスキーとか焼酎とかですね、まあ、ジンとかウォッカとか一回飛ばして、で後から戻してアルコールの濃度が高まっていると
いうタイプのものですので、一回飛ばすときに糖質がなくなっています。アルコール濃度高いですけども、糖質としては安心。まあ、蒸留酒は無制限楽しめますって言うとですね、大体肝臓の先生たちがちょっと待ってください、肝臓が心配ですって言われちゃうので、肝臓が痛まない限りにおいてはっていう条件がつくんですけども、蒸留酒無制限ですね。で、醸造酒の中ではビールは大体350缶で 11g ぐらいの糖質があります。で、日本酒だと1合で 8g ぐらいの糖質があります。私の父なんかは昔まあ、もう死んでますけども、日本酒2合とおかずだけみたいな夕飯の食べ方をしてた時期があるんですね。で、日本酒2合が糖質量を 17g ぐらい持ってます。で、おかずって普通に食べると、意識してなく食べると大体糖質量 20g 程度なので、実は主食抜きで、まあ、同じお米だからいいんだって言って日本酒飲んでるっていうやり方はあながち間違っていなかったんですね。日本酒はそういう考え方をすれば楽しめますし、あとワインにつきましては幸い醸造酒なんですけど、ほとんど糖質がありません。これ標準成分表ってやつを見ると、赤ワイングラス1杯で 1.5g ぐらいとかあるとかって書いてあるんですけど、ないです。多分古い時代の日本のワインってそういうなんかちょっと甘みで誇張するみたいなことやってたのかななんて思ってますけども、今そういうことしてるとほとんどないので、グラス1杯どころかボトル1本で、1g とか 2g とかそのレベルになります。白ワインも同じですね。シャンパーニュもブリュットだと、ボトル1本で 6g から 12g の範疇ですが、これがエクストラブリュットとかブリュットゼロになってくるともう完全に少なくなってきますので、まあ、グラスで泡、白、赤っていうふうに飲んでいただいても、あるいはボトル1本通して飲んでいただいても、ワイン系に関してはほとんど問題ありません。例外は寄付ワインとかアイスワインとかも明らかにトーッとしてる、もう舐めて甘いタイプのワインが例外であります。焼酎はゼロ、ウイスキーもゼロ。だハイボールってのはすごくいい飲み物ですね。薄めるお水が糖の入ってない普通のものだったらいいんですが、トニックウォーターみたいな甘みの入ってるやつだとダメになりますけどね。で、日本酒はそういうことで1合で 8.8g ちょっとという感じ。で、ビールが500だと16、350缶だと 11g ぐらいになります。で、これが糖質ゼロの発泡酒がありますので、なかなか糖質ゼロの発泡酒をお店に置いておられるところは少ないと思うんですけど、少なくとも家庭では楽しむことができるということでございました。ということで、まあ、バーッと話してますんで、まだ、どうやってやればいいのかなっていうところはあるかもしれませんが、まずはですね、その皆さんのお店で出している普通のメニューをできる限りそのままにして、ここだけ変えればいいというようなところをこちらでご提案できますので、もしご興味のあるやってみようという方はですね、後でご連絡先をお伝えしますので、そちらに情報をいただいて、こういうふうに変えてくださいという提案をさせていただければと思っております。じゃあ、3回目のゲストと思います。今回ですね、山田先生と実は私出会いがですね、2年前の1月3日に多摩市の西川社長のところで、先生が低糖質パンのことについてお話をされるというこの話を伺ったときに、私ちょっと同席をさせていただきまして、山田先生の取り組みについてお話を伺ってました。で、データとしてもその頃よりももう、今皆さんにお配りしてその、パワーポイントの、用紙なんですけども、どん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 付け足されているような状態で、私はもうもちろん素人なんですが、どん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 その医学界の中でも信憑性が出ている、データが増えているということで、かなり信用してもいいんじゃないかなという部分とですね、私はこの企画に参加している一番の理由なんですけども、私は皆さんと違います、ね、料理人ではありませんが、やっぱ親しい友人とご飯食べに行くときにですね、やっぱり美味しいところに行きたいですし、でそれがもし健康なレベストランであれば、私の父も母も高齢ですので、そろそろいろんな病気に気をつけないといけないと思っているんですけども、そういうところに一緒に行けるところがある、それが住んでる神戸でできるっていうとなると、私は神戸市民としてものすごい誇りに思いますので、
これを9月4日にですね、場所はまだ未定なんですが、神戸市のレストランの皆様が、このロカボという食品に対して、世界に向けて発信するという、のろしを上げるような、イベントを企画しています。この企画は本当に神戸市内にある、レストランの皆様、パン屋さん、スイーツ、いろんな店舗の方に協力していただきまして、で山田先生にその当日の量なんかも、チェックしていただきまして、フルコース、当日何グラムです、もしくはアラカルトメニューで当日メニュー取り揃えています。そのような形でですね、ぜひ参加していただけるお店を、ガイドマップなどを作りまして、それを9月4日の日に配布をしたいなと。